しょうか。そしたら次、今度はこの項のうち文字がくっついているものは 4A と -2B ですねとなっています。なので係数 AB の係数はというふうに問題書いてあるんですが、係数は文字にくっついている数字でした。なので文字がないと係数は出てきません。で答える時なんですが、係数は A…… となっていますね。これ例えば突然4だけ書いたら何の係数かわからなくなるので、A の係数はという感じでこんな風に分かりやすくしてあります。みんなも書くときはですね、問題にこんな風に書いてなかったら自分で書き入れてください。 A の係数はという感じで A…… とこれは4になります。4がくっついてますね。じゃあ B には何の数字がくっついてますかというと B…… となっていて、-2、これがそれぞれの A の係数4、B の係数-2ということになります。では次は実数になります。次の数と書いてこれ実数と読みます。ここに入れてください。実数、文字が何個かけてあるかというのが実数になります。文字が何個かけてあるか、これが実数です。ここに括弧でですね、項が複数あるときはということは多項式のときはということです。多項式のときは一番大きい実数を採用とあるんですけど、これ問題でよく出てくることがあります。でやり方そんなに難しくないんですけど、この先ずっとですね計算が続くんですね。そうするとこれまでのこと、単項式、多項式、項、係数、そして実数のことを、すっかり忘れちゃって、そしてテストになったときにわからないっていうふうになる人が多いので、時折ですね忘れたなと思ったら前に戻ってですね、ここの項目のことは何度かやって思い出しておいた方がいいと思います。計算はですね一度慣れると、おそらく大丈夫だと思うんですけど、ここの部分はですね覚えることが多いので、これ何度かここから上のところですね、プリントのこの上のところはこの言葉とそしてやり方については何度か前に戻って復習をしてください。忘れたなと思ったときは復習しましょう。ではじゃあ実数のやり方ですね、問題見てください。 -A+4B+7 というののこの実数を答えなさい。これは何次式ですかという問題なんですけど、まずですね項に分けます。もう分けてあるんですけど、とりあえずこんな風にプラスのところの前のところで項を分けますね。そしたらこれ一つ一つここで単項式になりましたが、この単項式が何次式か、何個文字が書けてあるかというのを自分で見ます。いきますね。-A 文字1個ですね。-1×A のことです。なのでここ1と入れておいてください。括弧が入っていると思います。みんなのところにも1と入れてください。+4B はというと文字は1個かかってますね。B がかかってるんでこれも1です。そしたら7のところはというと、これ文字に何もないですね。なので0、こんな風に分けて入れてください。そしたらですね、この中で110の中で一番大きいのはという風な感じで考えるんですが、1が一番大きいですけど、ここなんですが、この同じものがあってもただこの1と入れます。この1と1が大きいから、これ多数とかじゃないので気をつけてください。110の中で一番大きい数をただ言えばいいです。1ですと。なのでここに1と入れておいてください。1次だと。なので答えは1次式というふうに自分で書きます。1次式、これが何次式ですかという時の答え方になるので、これ答えで、あとこれがやり方ですね。一番大きいのを出すということです。じゃあ次の問題行ってみましょう。 3x と -y 次乗、 3x-y 次乗プラス5とあるんですけど、これはまず単項式に分けるとこんな風に分けられます。そしたらじゃあまたですね実数考えていきましょうと。文字が何個かかってるか、 3x は x が1個です。なので1と入れてください。 -y 次乗は y が2回かかってますね。なので2と入れます。そしてプラス5は文字ないので0になります。そしたら120、どれが一番大きいですかと、これは2ですね。なので一番大きいのは2次と入れてください。で答え方ですね、何次式ですか、なんで2次式と書きます。この解き方